フリードリヒ・ビルヘルム一世は、神聖ローマ帝国の両方国家である、メクレンブルク・シュベリーン公国の君主。メクレンブルク・グラーボー公フリードリヒとクリスティーネ、ビルヘルミーネ・フォン、ヘッセン・ホンブルクの長男として生まれた。彼は、当時のメクレンブルク・シュベリーン公クリスティアン・ルート・ビヒ一世の、老いであった。クリスティアン・ルート・ビヒ一世に、子供がいなかったため、彼が年にすると、 フリードリヒビルヘルム一世が、メクレンブルクシュベリン公を継承した。1695年にメクレンブルクギュストロー公、グスタフ・アドルフが死去して、メクレンブルクギュストロー家が断絶すると、フリードリヒビルヘルム一世とおじのアドルフ・フリードリヒの間で、激しい継承争いが起こり、内戦寸前の状況にまで追い込まれたが、外国の介入で収束した。 1701年のハンブルク条約で二人が妥協し、メクレンブルクをメクレンブルクシュベリーンとメクレンブルクシュトレーリッツの二国に分割したのである。この条約では、調子継承も定められた。1708年、フリードリ・ヒビルヘルム一世は30年戦争と大北方戦争によってもたらされた財政問題を解決すべく、新法を発布した。騎士と聖職者に課税した上で、 奴隷制度を廃止したのであった。農民たちは地主への依存から解放され、労働が強制ではなく、給料という対価がつくようになった。しかし、この新法により、フリードリ・ヒビル・ヘルム一世と地主が激しく争った。フリードリ・ヒビル・ヘルム一世は、シュラン・ゲンバートからの帰路の途中、1713年7月31日に、マインツで死去した。妻のゾフィーシャル・ロッテは余生を、 ビュッツォーで過ごした。彼女は新しく建設されたシュベリーンのシェルフ協会の地下室、夫の隣で埋葬された。1704年1月2日、カッセルで、ヘッセンカッセル炎白カールの娘ゾフィー・シャルロッテ・フォン、ヘッセンカッセルと結婚した。二人の間に子は生まれなかった。フリードリ・ヒビル・ヘルム一世は、数多くの愛称を抱え、少なくとも9人の書士を設けた。 ありがとうございます。